ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14イベント、ゴールドソーサーフェスティバル2020をやっていきたいと思います。ちなみに今グルーブポーズの中の、フレームをちょっと入れてみましたね。ウルダハフレームというやつですね。ではこのナナフォンさんという方にウルダハにいらっしゃいますね。話しかけていらっしゃいきましょう。レベル15クエスト、ゴールドソーサーの嬉しい悲鳴。本クエストは期間限定のクエストとなります。これあれなんですよ、エモートがもらえるっていう大変ありがたい。エモート結構貴重ですからね。じゃあウルダハのナナフォンは協力してくれる人を探しているようだ。受注。そこの道行く冒険者さん、どうか少し話を聞いていただけないでしょうか。これ男子女子、男子かな、わからん。あ、僕男の子かな。僕の名はナナフォン、遊戯場ゴールドソーサーの従業員です。現在ゴールドソーサーでは期間限定企画として MGP マンダビルゴールドソーサーポイントですね、 1.5 倍キャンペーンを実施しているのですが、想定を超える盛況ぶりで人手が全く足りていない状況なのです。そこで臨時の案内スタッフを勧誘していた次第、報酬をお支払いしますのでお手伝いいただけないでしょうか。やりましょう。ありがとうございます。では担当の者に話を通しておくので、ゴールドソーサーのエントランススクエアでお待ちいただけますか。ほほう。ちなみにですね、あちらにいつもシーズナルイベントの期間にだいたいこの辺りに案内の人がいらっしゃって、話しかけると教えてくれるんですけど、そこのあんた知ってるか、現在ゴールドソーサーでは期間限定で MGP 1.5 倍キャンペーンを実施してるんだぜ。場所を教えてくれないっていうね。よし、というわけでゴールドソーサーまでワープですかね。さてゴールドソーサーまでやってまいりましたので、よいしょ、指定地点ここに待機してみましょう。さあ誰が来る、来ない。これはこれは申し訳ございません、お待たせしてしまいましたかな。私はここの監督を任されているローランドと申す者、この度はご協力に感謝いたします。すでにお聞きとは思いますが、今回依頼したいのは臨時の案内スタッフとなります。この遊戯場には多くのアトラクションがございます。それゆえにどこへ行けば好みの体験ができるのかお知らせすることが重要なのです。そのためにもまずは園内にある5つのスクエアを巡り、担当スタッフからアトラクションについて説明を受けてきてください。その後十分な知識が身についたと思われましたら、彼にゴールドソーサーの案内役にお声掛けを。早速実践に移っていただきます。じゃあ5個のエリアを回りますか。これはどっからでもいいのかな。じゃあそっからだね。よいしょ、スタッフさん。あ、ちなみにですね、トリプルトライアとかいくつか挑戦して、これって1回でも勝つとこうやって星マークがつくんですよね。でその人から回収できるカードが、新しい種類のものがなくなると上の頭のマークが消えるっていう、ね、のをこの間初めて知りました。本当に3日ぐらい前ですね。じゃあスタッフさん、カードスクエアで提供しているのはカードバトルトリプルトライアド。お、こんな感じ、渋い感じですね。1手先2手先を読んでカードを配置していくことが重要です。頭脳戦を楽しみたい方には最適ですよ。制限時間があると結構慌てちゃうんだよね。
そして隣のエリア、どっから行こうかな。まあじゃあ北側のエリアから右回りに行きますかな。どこだ、この辺。ん？ラウンドスクエアのスタッフさん。話はローランド副支配人から聞いています。どのアトラクションについて知りたいですか？ミニオンレスキューについて。頂上に登って降りられなくなったヒナチョコボをゴブリン族の爆弾をかいくぐって救出する、それが救出ミニオンレスキューです。あ、これはねよくやってますね。多分ささっといければ2、3分で終わるってやつです。爆発のスリルを楽しめる度胸たっぷりの方に最適なアトラクションです。ミニオンをめでたいだけの方には難しいかもしれませんね。意外と簡単なんでね。そして挑戦ジャンピングアスレチックについて、これもよくやってますが結構時間かかります。走って飛んでゴールを目指せ。特設のジャンピングアスレチックに挑戦し、制限時間内にゴールできたら MGP が入手できます。ただこれは MGP が美味しいのでちょっと頑張るっていうね。高所の足場を飛び渡る必要がありますので、身体能力と不屈の精神を持つ方におすすめします。一方高所恐怖症の方には厳しいでしょう。これはねちょっとね高いとこ苦手なんで、ちょっとだけ下を見るのは苦手ですね。そして隣のエリア、どこだ。あ、遠回りしちゃった。この辺いらっしゃる。さあ、じゃあイベントスクエアのスタッフさん、新人の案内スタッフさんですね。知りたいのはどのアトラクションについてですか？いっぱいある。暴風鼻息噴火について。呪術師ギルドの実験で召喚された妖異デュポン先生の鼻息を見事避けてみせる、それが暴風鼻息フンガーです。運の要素が強いので肩の力を抜いてどなたでも参加しやすいかと。ドキドキ感を味わいたい方にうってつけですよ。これはあれなんですね、なんか割とアンチかなっていうところがあるらしい。そして一戦三までざんまい、これは判断力の問題かな。華やかなステージに登り用心棒先生の剣撃を避け、長くその場に留まるほど多くの報酬がもらえるという催しです。大判小判をめぐる運試しの要素もあるのできっと楽しめますよ。一瞬で立ち筋を見極める、動体視力や反射神経に自信のある方に一押しのアトラクションでしょう。これ竹がさ3つ4つって増えていくとだんだんわからなくなってくるっていう。カフワカーについて、はい、呼吸を合わせてパンチをお見舞い、その威力を競うのがカフアカーです。これはですね、あのゲージが中央に合わさった時に選ぶっていう、押すっていうですね。高得点を狙うためには腕力はもちろん正確なパンチを繰り出せる技量も必要でしょう。まあ、正直腕力とパンチ力は必要ないです。目押しですね。潜りキャッチャーについて、潜りキャッチャーは潜りを操作してうまく球を運べると MGP を獲得できるミニゲームです。機械の操作が得意な方がよく遊ばれますね。またお客様の中には近くにいるバニーと話したいがために通われている方もいるとの噂も。なるほど。そしてあとはこちらか。これなんだ。あ、鼻息フンガーがやってる。じゃあもう一箇所、最後は何の説明だろう。ワンダースクエア、臨時に雇われたというのは君でしたか。質問なら大歓迎ですよ。クリスタルタワーストライカー、これはねよくやってますね、ミニゲーム。タイミングをよくハンマーを振り下ろし得点を競うのがこのクリスタルタワーストライカーです。ハンマーの扱いに自信のある方や焦らずに強力な一撃を繰り出せる忍耐力がある方も向いていると思いますよ。ドマ式麻雀について、
ドマ式麻雀とは、4人で対局するドマ式麻雀牌を用いてお互いの駆け引きを楽しむ熱いゲームです。覚えるべきルールは多いものの、対戦相手の戦略を読む知的さが売りですね。東方文化に興味がある方にもおすすめです。正直ね、麻雀よりね、将棋の方がまだわかるかな。その麻雀はね、ルールがよくわからないかなっていう。ん？あとあれかな？ん？どうだ？あれ？ちょっとお待ちくださいね。一回戻ってみる？チョコボスクエアに行ってないから。5カ所も回ってないよね。今4カ所？ちょっと待ってね。一回戻ってみようか。待って、まだ報告じゃない。チョコボスクエアに行ってないからかな。ちょっと行ってみるか。うん。ん？なんかクエストあるな。覚えがないクエストが。こっちに飛べばよかった。ミニオンスクエアの方か。ミニオンスクエアではミニオンを駆使した攻防戦ロード・オブ・バーミニオンをお楽しみいただけます。ミニオンの可愛さに魅力を感じている方はもちろん、指揮能力に自信のある方にもおすすめですね。これもなんか一回チュートリアルやった時はね、結構時間かかったから気軽にはできないかなっていう。好きな人はいいんだけどね、多分。それよりはカードバトルとかミニゲームのクリスタルタワーあたりが気軽かなっていう。さて戻ってまいり、ここじゃない、ね、ここじゃない、ね、麻雀の変化な。ちょっと待ってよ。あ、クジテンダーボードの変化。ちょっとクジテンダーボードまで行ってみようか。あの2階から1階に降りるのは楽なんだけど、1階から2階に上がるのはちょっとめんどくさい。どっちだ。下か。下だ。いた。戻られたようですね。お客様をご案内する準備はできましたか？いいよ。それでは実践といきましょう。さあこちらへ。どう、何をどう案内するんだ。あ、衣装とか着替えなくていいんだ。ほほほ、何をしておるのじゃ、シャンメイ。ん？あ、ハモンさんですね。格闘ではお世話になりました。うん、臨時の案内役とな。ならば教えてもらうとしようかの。どのアトラクションで遊ぼうか悩んでおるのじゃ。若き日は格闘術で強豪を倒しモテモテだったのじゃが、美人ギャルにモテるようになるようなやつはないかの。
浜本さん相変わらずですね。え、美人キャディ持ってる、これじゃない、このパワーが大事みたいな。カフワカーはどうですか。よそいつはモテモテ待ったなしじゃな。早速この拳で高得点を叩き出してくるぞい。これでもタイミングがとても興味を持ったらしい。最適なアトラクションを紹介できたようだ。うん、まあまあ遊んでますからね。シャンメイではないか、なぜゴールドソーサーに。どちら様ですかね。あ、ミラさんですね。剣術でお世話になりました。なるほど、案内役を。ならば教えてもらおうとしようか。余暇であろうと剣術に生かす何かを得たい。丹田につながるようなアトラクションはないだろうか。ザンマしかないですね。一戦ザンマでザンマはいかがでしょうか。ほう、剣筋を見極めて避けるか。面白そうじゃないか。助かるぞ。とても興味を持ったらしい。最適なアトラクションをいかにやく。まさかこんなところで会うなんて。今日は休養かしら。誰だ。あ、アダルベルトさん、サイクスではお世話になりました。仕事だったとは恐れいるわね。じゃあ私もちょっと教えてもらおうかしら。採掘師の私が楽しめそうなものってあるかしら。いろいろな場所に鉱物を掘りに行ってるから足腰には自信があるんだけど。ジャンプ、足腰、他は絶対関係ないもんね。挑戦ジャンピングアスレチックはいかがでしょう。あら、なんだか面白そうね。狭い足場には慣れたものだけど、どこまで通用するか試してみるとするわ。ありがとう。とても興味を持ったらしい画力。うん、でもこれあれだよね、多分1個ぐらい正解すればいいんじゃないかな。どうかわかんないけど。ご対応いただきましてありがとうございました。おかげさまで他の業務を終わらせられました。その後のお客様の様子も報告を受けております。皆様実に楽しげな様子だったとのこと。ぜひ今後もスタッフとしてとお誘いしたいくらい素晴らしい接客だったと思います。めっちゃ褒めてくれる。ご苦労様でした。様子を旗から拝見していましたが、どなたにも丁寧なご案内をされていたのが印象的でした。ジェリーフィッシュ様、どうでしょう。正式なスタッフとしてゴールドソーサーで働かれるというのは。副支配人、あくまで一時的にお手伝いをお願いしただけなんですから。はは、冗談ですよ、冗談。ジェリーフィッシュ様にそこまで頼るわけにはいかないですからね。最後に改めてジェリーフィッシュ様、今回はお手伝いいただき本当にありがとうございました。いやいや、どういたしまして。なるほど、これで最後は報告で終わりかな。メインエイテのとこですね。メインエイテじゃないわ、最初の入り口のところ。いまいちね、エーテライトの位置はあんまり覚えてないんだよな。あとはね、あの地図上で、あ、ここにあるじゃんって走っていくと、あれ階が違うって言って。さあ、案内役さん。改めてですが、私からもお礼を言わせてください。本当にありがとうございました。いやいや、どういたしまして。ただ、実は、ローランド副支配人が話していたことも、あながち間違いではなく、未だ人手不足なところは否めず、よろしければまたお手伝いいただけるとありがたい限りです。さて、遅くなってしまいましたが、こちらを。ささやかながらですが、お手伝いいただいた分のお礼です。はい、ブロンズカード。5000くれる、すごいじゃん。疑問を抱くもくれる、ありがとうございます。ごちです。
エモートアクション疑問を抱くを覚えた。またゴールド操作の案内役の隣にいる仮装パーティーの招待係に話しかけると、あちらの方ですね、廃屋敷での仮装パーティーに参加できます。なんかちょうどあれですね、今ハロウィンの時期なんで、こちらの方だとコンチネンタルサーカス主催の仮装パーティー、まあ今日はいいかな。これは今後何、あとは 100MGP くれることをやらされる。多分他も案内案内って感じなのかな。了解です。あとは多分このイベント中だけの特別な取引でも、まあおしゃれ装備だからあんまりいるものもないかな。これもね、部屋に置くだけだし別にここに来ればいいや。カードだけもらっとこうかな。このカードだけ高いね。カードだけもらっとこう。18,000 カードだけもらっといて、あとは別にいるものないかな。うん、というわけで、目に優しくないここなんかいい場所ないかな。この辺でいいか。まずは所持品からカード使っとこう。使う？バニーとローランドとギギ。あ、これは関係ないけどちょっと今使っとこう。ブロンズカードこれ別に使っちゃえばいいよね。取っとく必要は多分ない。というわけで 5000MGP ゲットです。というわけで、あとはエモートか。どんなエモートだったのかな。エモートアクション、だいたい最近ゲットしたのは下の方にあるね。なるほど、これか。よし、じゃあ今回のイベントはここまでですかね。よいしょ。では、ゴールドソーサーフェスティバル2020ご覧いただきありがとうございました。ではまた他の配信でお会いしましょう。失礼します。